こんにちは、プリスキラ TV JPN です。今日は旅猫ちゃんのお麩のレシピを紹介いたします。お麩を韓国海苔で巻いて手巻き寿司風に食べます。材料です。韓国海苔、麩、ごま油、人参、大根、大葉、きゅうり、ナムル、トマト、コチュジャンなどお好みの具をご用意ください。ごま油です。はい、いい香りになりました。出来上がり。もう一回り大きい麩も炒めます。出来上がりました。食べやすいように切りましょう。きゅうりと大根、ピクルスです。大根と人参はいつも私が作っている簡単手作りのお漬物です。これを巻いて食べます。これはね、市販のナムルです。コチュジャンをちょっとだけ、ごま油で炒った麩を一緒に巻くことでお腹の持ちも良くなります。いろいろなお味が楽しめます。どうぞ試しになってみてください。最後までご覧いただき嬉しいです。どうぞ皆さん、おいしい楽しい時間をお過ごしください。ご視聴ありがとうございました。皆さんのリクエストをコメント欄でお待ちしています。チャンネル登録もよろしくね。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあまたね。